九州地方でいち早く台頭してきたのが豊後の大友氏です。強大な家臣団と南蛮貿易を背景にした経済力を誇り、最盛期には北九州6カ国の大使となっていました。しかし中国地方の毛利氏と抗争を繰り広げたり、家臣の離反に悩まされるなど内外に不安を抱えていました。一方で九州南部の島津氏は三州、薩摩、大隅、日向を統一して確実に地盤を固めていきました。九州を北上しながら勢力を伸ばしていく島津氏と大友氏が激突するのは必然だったことでしょう。天正6年1578年、島津氏と大友氏が耳川の戦いで激突しました。数で劣る島津軍でしたが、巧みな戦術を用いて大友軍を翻弄し大打撃を与えたのでした。ここで大友氏が九州の覇権争いから脱落することになります。その頃九州北西部では龍造寺氏が勢力を大きく伸ばしつつありました。当主高信は小二氏の家臣でしたが、下国上で旧勢力を倒し、大友の大軍を今山の合戦で退けるなど勢力範囲を拡大させていきました。この頃の九州は北西部に大勢力を築いた龍造寺氏と、薩摩に大勢力を築いた島津氏とでほぼ二分された状況にありました。両勢力は肥後で衝突し、北部を龍造寺が、南部を島津が制しています。こうして肥後で睨み合いが続く中、島原半島を領有する有馬晴信が龍造寺氏の支配を脱し、島津氏に身を寄せようとします。有馬氏はもともと大友氏に仕えていたものの、大友氏の衰退に伴って龍造寺氏の圧迫を受け、心中を余儀なくされていました。晴信は娘を高信の嫡男政家に嫁がせ、親戚関係を構築していましたが、度重なる過酷な出陣要請を受けるなど大いに不満を持っていたようです。また高信は戦いに強く、一代で大勢力を築いた英雄でしたが、大義心が強い性格で家臣を理不尽に粛清することが多く、人望が乏しい人物でもありました。このため晴信は離反するという決断に至ったようです。しかしその動きを見て取った高信は、天正12年1584年3月すぐに嫡男政家を総大将として有馬討伐の軍を派遣しました。とはいえ妻の実家が相手だったため遠慮もあったのでしょう。政家の有馬氏への対応は遅々として進まず、戦況は膠着状態となってしまいました。この息子の不甲斐ない態度に業を煮やした高信は、周囲の反対を押し切り、自ら大軍を率いて有馬晴信を討伐することを決意しました。龍造寺軍は3万とも5万とも言われている大軍、これに対し3000程度の兵力しか持たない晴信は、有馬氏が滅亡しかねない重大な危機が訪れたと知り、肥後で戦っていた島津義久に援軍の派遣を要請しました。その時義久は主力を肥後に配置して政家と対峙しており、島原半島にまで多くの援軍を送る余裕がありませんでした。弱体化したとはいえ、筑前には敵対する大友宗麟が控えており、肥後を手薄にすると彼らもまた南下してくる可能性がありました。このために大きく軍の配置を変えるのが難しい情勢にあったのです。しかし救援を求めてきた有馬晴信を見捨てると、他の従属している黒人領主たちの離反を招く可能性があり、敵の総大将である龍造寺高信が自ら出兵してきていることからも、何ら対処しないというわけにもいかない状況でした。そこで義久は
マッテイのイエスさんに援軍の役目を仰せつけました。とはいえイエスさんは島津家の四男で、37歳になるのに自らの領地もなく、未だ部屋住みの身、とても援軍の将に似つかわしくない身分でした。しかしイエスさんの中には優れた武将としての才能が宿っており、若年の頃から父にその勝機を見出されていました。イエスさんに与えられた兵力は約3000。しかしイエスさんを補佐する武将は新色忠元や伊集院忠宗、川上忠友ら激戦の武将たちが加わり、精鋭部隊であったといえます。肥後から海を渡り島原へ到着しました。一方で龍造寺軍の鍋島直重は、島津軍が援軍に来ていることから警戒を強めるようにと高信に諌めます。直重は持久戦を行い、耐えきれなくなった島津の援軍が撤退するのを待てば有馬軍を攻め潰すのは容易であるとして、慎重な行軍を提案します。しかし高信はその進言を一蹴します。圧倒的な大軍を率いていた高信はおごり高ぶって油断していました。一方春信と合流した家久は有馬市の本拠地日の江城で軍議を開きます。島津有馬連合軍はどれだけ多く見積もっても5、6件程度、まともに戦っても勝ち目はありません。そこで持久戦に持ち込んで、島津の本隊が援軍にやってくるまで耐えるという常識的な作戦が提案されます。しかしイエスタはこれに反対します。イエスタの主張した作戦は、積極的に城から撃って出て沖田縄手に陣を構え、ここで龍造寺軍を迎え撃って打撃を与えるという大胆なものでした。沖田縄手の縄手とは、本来田んぼのあぜ道を指す言葉です。沖田縄手は湿地帯で、2、3人程度しか横に並んで歩けない狭い道で、数の有利を生かせない地形でした。左右は湿地帯と泥田が広がっているのみで、大軍は行動の自由がつきません。家久の主張は理にかなったものであり、他の武将からも賛同を得ることができたので、龍造寺軍を迎え撃つ場所は沖田縄手に決まりました。龍造寺の大軍は北から南へ向かって進軍してきます。島津有馬連合軍は沖田縄手の進路を封鎖する軌道を築き、少数の兵が守備につきました。一方有馬軍は後方の前竹城に本陣を置きます。また伊集院忠宗が県の兵を率いて海岸線に潜み、新色忠元が同じく県の兵を率いて山側に隠れます。さらに家久は前竹城の背後に陣を張り、狭い隘路を三方から挟み撃ちにする体制が出来上がりました。高信はろくに偵察もさせないまま軍を進め、やがて沖田縄手の付近にまでやってきます。高信は島津有馬連合軍は日の江城にこもっているだろうと誤認しており、この方面には少数の兵がいるだけだろうと鷹をくくっていました。高信は前方を確認して、井戸のあたりにわずかな敵兵しかいないことを確認します。高信は軍を3隊に分け、前竹城を攻める本隊を自分で率い、鍋島直重に山側を任せ、次男の江上家種に浜道を進ませました。そして龍造寺軍の本隊の先方が攻めかかると、井戸の前方を守っていた部隊はほとんど交戦をせずに後退を始めます。それを見た龍造寺軍の兵たちが我先にと追い立てていきます。しかしそれはイエスタの作戦でした。退却を装って敵を引き込み、激しい鉄砲や弓矢の一斉射撃で龍造寺軍を攻撃しました。このために先鋒隊は大きな被害を受けて苦戦し、これを助けようと第二陣の部隊が救援に駆けつけますが、前が仕えている以上は進むこともできません。
狭い一本道で大渋滞となって身動きも取れず、周囲の泥谷にはまり込んだ者たちは無抵抗で鉄砲や弓矢の餌食となりました。前方が予想外の苦戦を強いられ、砲軍が地帯しているのに気づき、隆信は前線に使者を送って様子を探らせます。しかし何を思ったのか、この使者は隆信に命じられていないことまでも各隊の武将たちに伝えてしまいました。この使者は、前が仕えて本隊が進めない、臆病風に吹かれず命を惜しまずに敵に攻撃せよと隆信が言っていると伝えたため、臆病者のそしりを受け侮辱されたと思った武将たちは生きり立ち、無謀な突撃を開始してしまいました。しかしこれこそ家久が目論んだ戦術だったのです。龍造寺軍はまんまと罠にはまったのです。敵の射撃をものともせず突撃していく龍造寺勢の左右から、隠れ潜んでいた島津軍が姿を現します。そして三方からの包囲態勢を取った上で、龍造寺軍に向けて鉄砲と弓で激しく攻撃を開始しました。後退しようにも後ろは仕えて引くことすらできません。この戦法は釣りの伏せと呼ばれ、島津軍が得意とする戦術の一つでした。前線の龍造寺兵は次々と倒れ、あっという間に死者の山ができてしまいました。圧倒的な大軍を要しているにもかかわらず、思わぬ苦戦を強いられたことで隆信の苛立ちは頂点に達しました。この戦況を覆すため、隆信は最前線へと本隊を進ませます。これが隆信が犯した最後の加護となりました。ちょうど島津軍が全力を挙げて肉弾攻撃に転じ、龍造寺軍を突き崩そうとした時でした。崩れ立つ中にあって、隆信の本陣が一瞬だけ島津軍に露呈してしまったのです。龍造寺軍が崩れ立つ中、島津軍の川上忠友の部隊がついに露出した敵の本陣への切り込みをかける事態となりました。そして川上忠友の嫡子忠方に発見され、切りかかられました。将棋に座って前方を見据える隆信の姿を見るや、周囲の敵兵を打倒しながら駆け寄り、あっという間に隆信に人たちを浴びせます。そして倒れたところを組み敷いて首をかいたのです。こうして総大将を撃たれた龍造寺軍は総崩れとなり、多数の歴戦の勇士を失い、その勢力を大きく減退させることになります。なんとか本拠地の佐賀城へ帰還するものの、もはや龍造寺氏は島津の敵ではありませんでした。隆信は大軍を頼みに敵を侮り、偵察を怠り、劣勢にもかかわらず軍をひたすら前に進めようとし、総大将である自分自身も前線に赴いてしまうなど、数多くの加護を犯しています。この頃には主食に溺れ、側近の助言にも耳を貸さなくなっていたと言われていますが、すっかりと堕落して戦術的な判断力も衰えきっていたのでしょう。一度の油断によって勢力が一気に崩壊してしまうところが、戦国時代の厳しいところであると言えるでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録にクリックをお願いいたします。